りきってゴーストおばけだぞおばけだぞ夏の夜僕は墓地にいたクラスの肝試し大会が強制参加なんて最悪だ教室の隅でぼっちな僕は案の定おばけ役を押しつけられた他の男子たちはみんな一中の女子との急接近を狙ってギラギラして気持ち悪いことこの上ない 色濃い皆無な僕にはお化け役が適役なのかもしれないとは思うけどひなくんもっとシャキッとしてやみんなをとことん怖がらせるんが私たちの役目なんやからは,はい女子のお化け役はノリノリだクラスのムードメーカーの本田さんガチの白塗り幽霊メイクがコントにしか見えない気合い入りすぎてて正直低レベルだお化けだぞ お化けだぞやってきたクラスメートたちを驚かせようと本田さんは必死に頑張っていただけどその必死さは虚なしくみんな失笑して通り過ぎていった本田さんはすごく不満みたいだったなん,でなんでなんでなんんでみんな怖がってくれへんのささあっていうか笑うことなくないせめて、あ、怖 って言ってほしいよなそ、う、そうですねさっきなんかお疲れ様ですってありえへんそ、そうですねあ,あ私このお化け役に命懸けてたのに今日のために超練習したんやからそ、そうなんですかそうでもお化け役なんて余り物の役じゃないですか余り物そ、そうですひの君、それはちゃうえみんなを楽しませる役って最高じゃない私は お化け役が一番やと思うなですがその白塗りの顔で言われましてもえどういうこと正直怖くないと言いますか逆におかしいと言いますかえ怖くない怖くないのそそうですねえじゃあどうしたらいいんかな懐中電灯を逆さに照らすだけでゃあかんしろうそく頭に巻けばもっと怖い感じ出るかないや ですからそういうううういいいい問題ではないというかじゃあどういう問題それはヒノくんももっと声出してや私たちお化けなんやから声の問題でもない気がそもそも出ると分かってるお化けなんて怖くもなんともないと思うのですがそこを超えるんが私たちの腕の見せどころやんかそうなんですかねそうやよ絶対私らの幽霊レベルが足りへんからやってあ <laughs> <laughs> 悔しがる本田さんを見ていたらなんだかお化け役をバカにしていた自分が急に恥ずかしい存在に思えてきた。半田さんと一緒なら僕だってできるかも。今度は一緒に声を出そうと僕は心に決めた。あ次が来たでひノ君。あ,あはい。